靴が彼女のものですかって聞いて、希望見えないって出たから、やっぱりそうなんかな、うん、やっぱりなくなっちゃってるんかな、うん、で、まあ、頭蓋骨彼女のものですかって聞いて、歯車回ってるやか、やっぱり。はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さて、山梨のですね、小倉美咲ちゃんのこの行方不明になってる事件、2回ちょっとね占わせていただきまして、1回目全体運として出しまして、2回目が、この見つかった靴が彼女のものかどうかっていうのを、もろね3枚並べて1枚引くやり方でやって、2回占わせていただいたんですけれども、まあ、1回目の全体運として出した時の、動画、まあ、もう一回見ていただいても結構なんですけれども、はい、ちょっとそこから切り抜きまして、はい、これが出ました。これがだからどういうことかって言うたら、まあ、楽しくてね、いろいろうまくいってた、それが何かと離れた、うん、だからその時点で俺を呼んでたのが家族とね、友達と楽しくやってたのが、家族友達と離れることになって、で今がね、今を表すこれちょっとまあ長いスパンで出てると思うんですけども、ど真ん中の一番重要なメッセージというか、今を表すカード、これ世界のカード、聖地で出てたんで、外に飛び出したっていう意味に俺は取って、人骨が出てきた、証拠が出てきたっていう風に俺は取ったんですよね。で、未来あら三万人のカードが、これがもうだからとにかく我慢、最悪のトラブル、希望見えない、はい、あのライオンを押さえつけてるカードね、あれがもうちょっとこう我慢っていう意味で、で、あの塔のカードね、あれも雷が落ちて火事になって人がバラバラ落ちてきても完全にトラブルって意味なんですよ。で、星のカードもスターのカードも逆出てるんで、これ希望見えないって意味になっちゃうんで、うーんって感じで、生命反応が出てるかどうかって言われたら生命反応出てないんで、で真ん中これ骨が出てきて、未来はもう最悪のカード出てたんで、これ本人の骨で、未来はもうこれだからなくなってるってことかな、骨が出てきたってことかなって呼んだんですけれどもね。で、この靴が彼女のものかどうかっていうのを占ったのがこちらです。だからこれはね、だから要はこの全体運って出した時も最後のカードがスターの逆やったんですよね。で、靴彼女のものですかって聞いて出したカードもスターの逆やったんですよね。希望見えないってカードなので、だから希望見えないもね、この証拠として希望、なんかね、希望見えないのか、まあ両方取り方があるんですけれどもね、彼女のものやとして、彼女のものやからちょっと、ああもう生きてるっていう希望が見えないのかなって俺は意味にとって、うん、あ、そういう意味で希望見えないって出たのかな、おそらくこれ彼女の靴かなってやったんですけれどもね。はい、まあね、本当にどっかで生きててくれることが一番なんですけれども、うん、で、この DNA 結果がね、人骨のね、うん、彼女のものじゃないというか、もう出なかったって感じですよね。またミトコンドリアを調べてどうのこうのって言うてましたけれども、骨ってやっぱり出にくいんでしょうね。うん、でもまあもうこの見かけの部分見て、子供の骨なのか女性の骨なのか分かる人は分かるとは思うんですけど、一部って書いてたからね、ああ正面の分かる部分やったらまだしも、ちょっとどこの部分が出てきたかも僕は分からないんで、はい、だからこの人骨自体が彼女のものなのかどうなのか、まあ俺今まで全体運、靴が彼女のものなのかやりましたけれども、ちょっと人骨自体がこれ彼女のものなのか、小倉美咲ちゃんのものなのかどうなのか、今日はちょっと占わせていただきます。ではですね、人骨が彼女のものなのかどうなのか、まあ3枚並べて1枚引くやり方やりましょうか。はい、それでやりたいと思います。
はい、これカードね、僕のところから見て、これ裏から見ても正位置か逆位置か分かっちゃうんで、それで先入観あったらダメなので、僕は目つぶってます。1番、2番、3番。1番、2番、3番。はい、この人骨美咲ちゃんのものですか、どうですか。1番、2番、3番。はい、1番。歯車回ってる。俺やっぱり彼女のものやと思うんですよね。なんか全体運として出した時も真ん中一番重要なのが世界のカード出てきた。靴もやっぱり希望見えない。で全体運として出してもやっぱり生命反応出ないんで、やっぱ靴がこう希望見えない、靴が彼女のものですかって聞いて希望見えないって出たから、やっぱりそうなんかな。やっぱりなくなっちゃってるんかな。で頭蓋骨彼女のものですかって聞いて歯車回ってるやか、やっぱりそうなんちゃうかな。普通に考えてそやもんな。これ占いのけて言わしてもろって、あそこからそらもう若いというか若い人の骨が出てきて、靴出てきて靴下出てきたわけでしょ。でこれだから人骨は間違いないわけやからな。だから普通にみんなが一生懸命最初に2年半前か探した場所から出てこずに、そこじゃないところで彼女遭難して亡くなってて、それが今のそのね、人骨や靴や出てきた場所なのか。そこの場所はこんな崖に行くわけないって言ってたから、なんかね、子供やからそんな道迷って歩いてるうちにそこ崖滑らせて落ちて亡くなった。そこおそらくだから探してなかった場所って言ってたもんな。一番考えられるのがそれやもんな。占いのけて言わしてもろて、あとそれかも殺されて埋められてて、なんか動物が掘り出したとかいう話はよく聞きますからね。野犬なのか熊なのか、どうもな動物いた、そんな感じかな。それかまあ、あの後やっぱ台風ありましたからね、埋まってたとしてもこう、やった台風でこうね、削られて、地層が削られて出てきたのか。ほんでね、これちょっと他殺か事件、まあ事件なのか事故なのか僕ちょっと占ってないんですけど、ちょっとこれね、誰か信頼を受ける占い師さんか、ちょっと霊能者の方とちょっと僕やりたいと思いますので、もうちょっと待ってくださいね。ただまあこの頭蓋骨に関しては僕は美咲ちゃんのもんやとは思います。全体運として出した真ん中の世界のカードっていうのは、これはね、今まで見つかってなかったものが出てきたっていう意味に取れるでしょうね。で最後のこの靴は彼女ですかって聞いた時も希望が見えないのカード、全体運として出した時も最後のカードが希望が見えないって出たカード、なくなってるかな。で今回これ頭蓋骨彼女のものですかって聞いて歯車回ってる。やっぱりちょっとなくなってて彼女のものなのかな。はい、そんな感じでございますね。ちょっとまあ DNA 鑑、ちょっと別の鑑定の仕方でね出てきたらいいんです。ね、彼女のものなんかどうなのか早く分かったらいいんですけれども、はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。